イベント開催中です。ようこそ。まずは君の記録を確認。記録カードをスキャンして確認完了です。通信中です。通信に成功しました。次にモードスタンプを使って遊ぶモード決定です。まずはバトルに使うカードをスキャンし、カードがなければグーボタンを押してくれ。カードがなければグーボタンを。カードスキャン完了。 V ガジェをセットしたぜ。 V ガジェパワーチャージ中だぜ。チャージ完了。バトル準備完了だぜ。遊びたいバトルを選ぶ。メインバトル。挑戦するステージを選ぼう。ステージ決定。虫キング研究所にようこそ。さあ、虫のパワーを引き出してガンガン世界征服だよ。マサオ助手、何を言ってるんだ。まさか四天王に操られているのか。一体何のことかな。さあ、これから街を壊すための実験をしちゃうよ。そんな実験なんてさせるものか。今すぐ俺と勝負だ。始まりました。虫バトル。舞台はここ虫キング研究所。さあ、君の虫が登場です。レジェンドオブ甲虫、エルクラスオーカルト。必殺技のパワーです。カブトの V ガジェセット。ドライアス大津の花むぐり。枝分かれ葉カマキリ。これは強そうだ。相性20丸。虫がパワーアップだ。続いて相手の虫が登場です。伝説甲虫ガイデン、エルクレスオキシデンタリス。必殺技はパワーです。アカリクマゼミ。殿様だった。アキアカネ。これは強そうだ。相性20丸。虫がパワーアップだ。ラウンド1、はい。オーロラの V ガジェ発動。裏の裏を描いちゃおうかな。やるね。睨み合いだ。一番ダメ。しまった。今だ。ビクトリーアタック、クラックオブヘブン。必殺技なしで勝っちゃおうかな。あらら、エルクレスオーカルトワンピーグレイト。痛烈な攻撃だ。追撃発生。これはどうだ。ニターチューチームの攻撃力上昇。相手の虫が起こった。ここは手を変えたいね。やるね。相打ちだ。手を変えないのもありだね。おっと、エルクレスオーカルトの攻撃、ワンピーグレイト。これは耐えられるか。決着がついた。ラウンド2、はい。V ガジェの効果が続いている。裏の裏を描いちゃおうかな。あらら、エルクレススパイラル。エルクレスオーカルトの必殺技。これは激しい攻撃だ。追撃発生。これは決まってしまったか。ここで KO。 君の勝利です。
ったよ。研究所のデータが狙われるとは油断したね。もしかして前に研究していた赤い目の虫のデータか。よくわかったね。それと虫バトラーのデータも取られてしまったみたいだよ。それなら俺があいつらを追いかけるぜ。マサオ助手、もう操られないように気をつけてくれよ。あ、研究所に来た四天王はってもう行っちゃったか。まさか彼が四天王だとは思わなかったよ。君のバトルを見て、いろんな虫を網で捕まえよう。な、何？はじめ、レバーで網を動かそう。ボタンを押すと網を振るぜ。やったな。レアゲット。あと3回。これは SS レアゲットだ。あと2回。よし、ノーマルゲット。あと1回。やったな、レアゲット。では120ミリのデバイスは終わり。やったな、4匹の虫を捕まえたぜ。最後に1枚カード化できるぜ。カード決定。待たれよ、拙者がカメラを持ってきたでござる。よし、虫の写真を撮ろう。はじめ、好きなタイミングでボタンを押すんだ。クールだぜ。カード作成中だぜ。私はマスターブラック。君の強さを見せてくれ。はじめ、ボタン連打だ。もっともっと連打だ。そこまで。96。ブラック君は私のファンなのだな。スタンプをあげよう。ではまた会おう。さらばだ。カードができたでござる。取り出し口からカードを取るでござる。